ホタルの笛。浦和の民話、ホタルの笛。両家手作り絵本の会。昔、見沼のほとりに、大変笛の上手な娘が住んでおりました。ある夏の夕暮れ、娘が笛を吹きながら、見沼の岸辺を歩いていますと、どこからともなく、かすかな笛の音が聞こえてきました。小玉かしら。娘は不思議に思いました。ヒューヒュルル、ヒューヒュララ。不思議な笛の音色です。それは、娘の笛に合わせて響きます。笛の音に惹かれて歩いていきますと、夏草に覆われた古井戸の前に来ておりました。笛の音はここから響いていたのです。どうしてこんなところから？娘はこわごわ覗いてみました。すると、あ、ホタル。古井戸の中からたくさんのホタルが飛び出してきました。ホタルは高く低く娘の周りを飛び回り、まるで娘を誘うように竹林の奥へ奥へと入っていきます。娘は我を忘れてホタルの後を追っていきました。ぼーっと明るい光の中に、大勢の侍女たちに囲まれた、美しいお姫様が座っておりました。ようこそお越しくださいました。私たちは、あなたの笛の音で、どんなに慰められていたことでしょう。驚いている娘に、お姫様は、さらに言葉を続けて、どうかしばらくの間、私たちの話をお聞きください、と頼みました。娘がうなずくと、お姫様は静かに語り始めました。私たちは昔、この辺りにあった城に住んでおりました。多くの人々に慕われ、広い里、見沼の水にも恵まれて、平和に暮らしておりました。けれども、そんな幸せも、長くは続きませんでした。あちらこちらで、戦が起こっていたからでございます。ある日、殿様は、庭の景色を眺めながら、私に申されました。そなたの笛の音を心に留めておきたい。いつもの笛を吹いておくれ。殿様には、この時すでに、戦の近いことがお分かりだったに違いありません。それは、朝から蒸し返るような暑い日でございました。突然、わーっという時の声。すでに敵の大軍が砂煙を上げて城の外まで攻めてきておりました。城門が破られたぞ。それ、ここで食い止めろ。家来たちは槍や刀、弓矢を持って激しく迎え撃ちました。あちこちで火の手が上がり、本丸は炎に包まれました。うめき声や逃げ惑う人々の叫び声で、あたりはさながら地獄絵のようでした。やがて、殿が討ち死になさいました。もはやこれまででございます。と、家来が知らせてきたのでございます。私たちは、じりじりと
出丸の方へ押されていきました。崖下には見沼の水が黒々と迫っておりました。あ、ホタル。あんなところにホタルが。皆の目は一瞬、そのまばゆい光に奪われました。生まれ変われるものなら、ホタルになって、またここへ戻ってまいりましょう、と言い交わしました。そして、見沼に身を投げたのでございます。最後の願いが叶えられたのでしょうか。私たちは夏になると、ホタルに身を変えて、この城跡に戻ってまいります。そして、儚い梅雨の命を過ごしているのでございます。けれども、私が好きな笛を吹けるのは、夕暮れのほんのわずかな間だけなのでございます。お姫様は、ふーっとため息をついて、うつむきました。悲しい身の上話を聞いた娘は、あふれる涙を抑えて、笛を吹き始めました。ヒュー、ヒュルル。ヒュー、ヒュリリ。娘は心を込めて力いっぱい笛を吹きました。ふと気がつくと、お姫様たちの姿は消えて、娘の周りをホタルが二つ、三つ飛び交っておりました。それは笛の音に合わせて舞っているように見えました。やがてホタルは、幾百、幾千と数を増し、身を焦がすように、一層激しい光を放って飛び交いました。その光の中を、娘は笛を吹きながら、静かに歩き始めました。見沼を渡る風が、頬を冷たくかすめました。それからずっと長い間、見沼の夏を蛍が飛び交っていましたが、今ではもうその数も見ることも少なくなってしまいました。